T-111 はソビエト連邦の試作戦車である。T-46 から5とも呼ばれる。1936年頃からソ連において重戦車、重戦車の開発が本格的に始まるに至り、レニングラードのキーロフ第185工場で1938年4月に本社の試作品が製造された。世界初の電気溶接による複合装甲が 砲塔に使用され、4 5トル手法による高い攻撃力30トンクラスで最高6 0ト、mm、ルという重装甲でありながら、最高時速が過労時点3 0トル台であるなど、当時としては優秀な性能を誇った。この時点で、老能赤軍の主力中戦車であった T-26 に代わる主力戦車として期待され、搭乗員は3人で、 手法の砲弾は121発収容可能であった。しかしこのように優秀な性能を持っていた一方で、構造が複雑で量産に適さないとして、本社自体は試作の域を出ることはできず、生産はされていない。本社の設計思想はその後のソ連の抽選者開発において重視され、また設計に携わった公衆金技師ら開発スタッフは検証されている。 途半性能は28度まで1から2メートル程度の溝を突破することが可能だった。車体底面、天井の走行圧は20ミリメートルだったが、その他は、軒並み50から60ミリメートルで、バランスが取れていた。クリアランスは390ミリメートル確保されている。ありがとうございます。